名前は宮脇健二と申します。セガの AM2 弦の頃にシェンムーのメインのキャラクターデザインとして、シェンファなどのイラストを描いておりました。初めてセガに来る時にはまだ機密保持契約みたいなのもありましたので、ゲームっていうものの内容は全然詳しくは聞いてなかったんですね。で、僕はその頃漫画専門の本屋でアルバイトしてまして、漫画家を目指して頑張っていたっていう時代でしたけれども、その時にちょっと知り合いから連絡がありまして、ゲームの絵を描いてみないかと言われました。その時は何のゲームか分からなかったんで、どんなゲームですかって聞いたら、詳しくは言えないけど、なんか中国っぽいゲームらしいよと、それだけしか言われなかったんですね。で、実際に行ってみたところ、どんなことをするかと言ったら、まだゲームを作る前のシナリオ会議みたいなところに放り込まれまして、で、周りはもう本当にセガのディレクターさんとか、それぞれのチームのリーダーさんとかが集まってる現場だったんですけれども、そこで話し合われるシナリオの内容を、イメージを簡単に書いてくれる、いわゆるなんかもう即興で絵描いてくれる絵描きさんが欲しかったということで呼ばれました。1ヶ月か2ヶ月ぐらいで終わりになる仕事かななんて思いながら描いてたんですけれども、そんな時にシナリオの時にはチベットを主人公が旅をするっていうところがありまして、そこで出会うチベットの少女と一緒に旅をするシーンが出てきたんですね。で、そのシーンをちょっと描いてくれないかと言われて、それで即興で描いたんですね。で、実はそれがシェンファーの元になってたんですね。で、シェンファーのまだシェンファーのっていう名前でも何でもなかったんですけれども、その時に描いた少女のイラストを、鈴木優さんが見て、なんかすごく偉く気に入ってくれたんですね。で、僕をこのゲームでキャラクターの絵を描くデザイナーとして、使いたいとおっしゃってくれたことから、スタートって感じですね。割とネットの方とか知ってる方いると思うんですけれども、亡くなってしまった村が一個あるんですね。で、そこはかなりこう服装も中国の民族衣装をしたような服 でちょっと少林寺のような感じ でそれぞれの人たちがこう武術の達人というよりは、クンフを学んでるというような設定だったので、鉄棒で腹筋をしてたりとか鍛えてたりとかいう、そんな日常をしてるような村があったんですけれども、ゲーム中、ちょっとここを使うのをやると、ちょっとここは なくてもいいのかなっていう話になって、その村がなくなりました。その時にみんなちょっとびっくりしましたけどもね。でも、シェンムっていうのはそのぐらいこうなんか大胆な改革をしていったみたいなところがありましたね。自分が描いたキャラクターの中で、女性キャラクターは結構多いんですけれども、やはり周永のキャラクターは自分自身でもものすごく気に入ってるキャラクターの一つですね。八極拳の使い手で、皮下章も、同時に使うという、憲法の設定を盛り込みつつ、イメージ的にはクールビューティーで凛とした強さを持ってるっていう最初のイメージがすごく固まっていましたので、おのずと切れ長 の清潔感のあるキャラクターになりました。月をバックに演舞を踊るというような、そういうイメージも割とはっきりとしてたキャラクターでしたの でそれに映えるような色として拳法着が真っ青の拳法着っていうのも最初のところからバッチリと決まってた、そんなキャラクターでしたね。